OK かな。どうもこんにちは、今回はですねエアマットをご提供いただきましたので、試しに、ね、使ってみようと思います。一緒にやってみようか。よし、これを開けてください。出してみていい？いいよ。お、出てきた。出てきた。よし、じゃあ今度はねそれを広げてみようか。広げます。よし、広げてみよう。すっごいな、これ。どこまで行くんだ？どこまで行くんだ？そっちを持ってください。こっちですね、うん、で、広げようか、これを、うん、広げよう。よし、あー、これいいね。うん、いいね。じゃあまずこれは蓋をしてしまいます。まず一回蓋して、この状態で空気が入る状態です。で、これを押すとこれが完璧に閉まった状態で、空気を抜くときはこうですね。で、今までのエアマットとはですね違うところなんですけども、これはね足踏み式になってます。この上を踏んでいいの？足で踏んでいいからね。足で踏んでいい。そうそうそう。これで今度は蓋をしておきます。なんで？空気が抜けるようにね、うん、さあ、じゃあこれでちょっと一回僕に寝てもらおうか。枕はどっちでしょうか？ち？正解。ゴロンしてみたい。いいよ、ゴロンしてみたい。気持ちいい。どうですか？いい感じ？いい感じ。いい感じ。硬くて気持ちいい。これはエアパッド？エアマット。エアマットか。今度はね、うん、もう一個あります。もう一個ちょっと上げてください。広げてください。広げます。よし、うん、おならみたい。大丈夫大丈夫、動画になるけど大丈夫よ。ああ、そういうの気にするようになったね。どんどん手でチテチテる。ねえ、頑張ってる。これをね、僕はね、こうやって横になって、うん、こうやって踏んだらいいの。そう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 。頑張れ頑張れ。ちょっと見て、手これチテる。ねえ、すごいすごい。あとは枕だってか、これつまぜたらいい感じになるよね。あ、ええことに気がついたね。そうです。ちょっと後でやってみよう。これつまぜるもんな。そうなんよ、要は、うん、だってボタンがこっちにあるし。そうだね。あんたできた。すごいすごい、僕でもできたぞ。今度はね、これ僕できるかな。ボタンがあるよね。ボタン止めろ。そうそう、ボタン同士を止めます。はい、できるかな。できると思うんだけどな。パジャマのボタンならできるんだけどね。そうね。あー、難しい。わかった。膨らませる番でやった方が楽なんだから。でも動画になっとるよ。じゃあ父ちゃん、ちょっとゴロンとしてみますよ。よいしょ。こういうふうに動いても、ずれる心配がありません。すごく快適に過ごすことができそうです。で、枕もついてるタイプなので、まあ、この枕はね、好きがあるとは思うんですけども、枕とか忘れても問題なく使えるのかなと思います。
これも何？さ、これがですね、今まで使ってたエアマットです。もう単純に、口で膨らませるか空気入れで空気を入れるかとどちらかしかないんですけども、これをね使うのがね結構ね面倒くさいんですよ。まあ自分で息を入れてもいいんですけど、だいぶね疲れます。だからクリー、はい、ということで、こういったね空気入れを使ってこう入れたりとかもするんですよ。なんですが、これがね結構音が大きい。はい、入れやすい。やっぱり耳閉じという感じでですね、静かなキャンプ場だとですね、空気入れでここに空気を入れるのはですね、ちょっとうるさくてはばかられるというところがありました。なんですが、この足踏み式であればですね、子供でもですね楽に入れることができるので、かなりねいいんじゃないかなと思います。こっち側にも入れる。丸いところにします。涼しい。はい、ここに入れてください。よし、これもつなげとったらいい。ボタンがあったらつなげる。ああ、でもね、これはボタンがないんだ。うん、でも、これと同じやつがあったらつなげれる。そうそう、もう一個は同じのがあったらね。お父ちゃんは2個しか持ってない。そうなの、ね、また買えばいいか。じゃあまた買おうか。うん、よし。そしたら家族で寝るの。そうだね。これだったら早くできるよね。そう、でも思ったほど早くないよね。うん、足でやってもあんまり変わらんかもしれない。まあ同じくらいだね。同じくらいだね。はい、ちょっと寝てみる？うん、はい、ゴロンとしてみてください。こっちもなんかいい感じ。こっちもいい感じだね。うん、長さはだいたい同じぐらいかな。同じぐらい。で、オレンジ色の方にゴロンとしてみよう。ゴロン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 。こっちだったら動きやすい。そうよね、動きやすいよね。ボタンがないから。正解です。でもそっちは動いても大丈夫。テレビ近づながら、はい、行くよ。いいよ。おお、できたできた。あー、なんかもうね、このままだ。どうですか？痛い。はい、ということでですね、今回は足踏み式のエアマット、こちらをご紹介してみました。子供でもですね、簡単に入れることができる足踏み式のエアマットなので、大人はですね、本当に簡単に空気を入れることができました。これからですね、エアマットの購入を考えている方はですね、こういった足踏み式のもの、そういったのも検討してみてはいかがでしょうか。それでは。